校一番ぐらいのレベルでやってきました。ちょっと待って、ちょっとおかしいな。まあそういう時もありますよね。弱くない？やかましいよ。でしょ、ナヒちゃんはうちは率低いけどまあいいでしょう。ヌビレットもなんかパチンコやけどまあいいでしょう。イエランもなんかもうパチンコやけどいいでしょう。うわー、どうやって使うの、あやかちゃん。あやかちゃん残してて大丈夫？あーマジでこれ無理やねんけど。泣いていい？やったー。え、これで終わりじゃないの？あと3つある？ま？はい、皆さん、今夜市、式神社です。今日はですね、原神の参加型じゃなくて、企画でございます。幻想シアター、リセット。え、何やったっけ？リセットをするたびに、10連ガチャー。心配です。これを考えたのは式神社本人なんですけど、非常に不安な企画となっております。とりあえず90連は硬い気する。ちょっと黙ってくださいね。こ、いやこんなやつが配信にいていいの？大丈夫？あ、マリアさん、メンバーステッカーありがとうございます。使うのを忘れるとこでした。企画が面白そうですね。とりあえず100連は超えないと面白くないですね。お前プロデューサー？やしろ君、今日取れ高ないな。もうちょっと配信伸ばす。そんなんいらんねん。でね、やしろ君ちょっと初めてなので、拙い感じ出るかもしれないですけど、一応説明すると、幻想シアターで、一発クリアを目指すと。このなんか星みたいなんやったっけ？ 8 個ぐらい取るやつあるやん。あれを全部取りつつ、ノーミスでいこうっていう企画になります。で、1回でやり直したら、10連、明日のガチャね、計算させていただきます。じゃあ、やしろくん、もし、ノーミスでいった場合はどうなるんですか？なるほど、やしろくんがノーミス軍の未来も見えると。皆さんの未来を見る力、非常に素晴らしいと思います。これが先見の明と言うんですけどね。うん、先見のやしろって言ってください。うん、ツイートしといてな。そう、ヤシロ君0回でね、ノーミスでできた場合は、じゃあ0なん？じゃあ明日引かへんのってなるんですけど、その場合は、キャラだけ引きます。ないなって言うなって。なんでやねん。ノーミス、できるわけないじゃん。ノーミスはありえない。ノーミス、何それ、美味しいの？この配信にノーミスって言葉ないよ。終わってます。じゃあ、ヤシロ君、3回とかいう微妙な回数やったらどうすんの？おー、なるほど、いい質問や。3回の場合は、まあ、キャラを、明日じゃあ30連引いて引けへんかったらさ、クソダサいやん。こいつ配信開いたのに30連しか引かんで、みたいになるから、その場合は、普通にキャラ引いてプラス30します。それは思んないけど、うん、だから明日の配信にも関わってくるんですけどね。というわけで、ヤシロ君がね、かっこよく、今日スパッとね、終われる配信でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。芸人として面白くないですよってどういうこと？ R1 出てないから。まあ、無理でしょうね。やめろっつの解説気取り。はい、というわけでやっていきましょう。ちなみに、やしろくん、根っこは言っても、ネタでやってるんじゃないかなって思ってる人いると思うんで、ちゃんとね、キャラ、ほんまに、過去一番ぐらいのレベルでやってきました。ちょ、見てほしい。じゃあまずフリーだね。もちろん、聖水ルテン。はい、しっかり。はい、しっかり。ちょっと待って。ちょっとおかしいな。まあ、そういう時もありますよね。あー、綺麗！ちょっとチャージ足りひんとか言葉聞こえてきそうやけど、まあいいでしょう。十分強い。はい、次ね。バーバラ頑張りましたけど、これが限界。弱くない？やかましいよ。でしょ？お恥ずかしいところを見せてしまった限りなんですが、他のキャラはちゃんと調整できてるから。え、なぜなら、じゃあ証拠見せるわ。証拠見せるとしたら、12人のキャラ選ぶやん、ここでさ。それすらももう選んできてんねん。ここは、ニーロ入れたかったんやけど、ちょっと、北条会が無理そうなんで、この3人入れてます。あれ？あ、ジンさんね。ジンさん抜いて、こうしてます。エウルア、シグイン、カズハくん、放浪者、ヌビレット、イエラン、ココミン、リネット、レイラちゃん、ロサリアで、いきたいと思います。これ結構強いよ。エウルアはまあエースやん。シグインもまあまあまあ、ほどほど。カズハくんは熟知戦いってるし、短パンのマッシュこと放浪者もしっかり育てた。ナヒちゃんはうちは率低いけどまあいいでしょう。ヌビレットもなんかパチンコやけどまあいいでしょう。イエランもなんかもう、パチンコやけどいいでしょう。ココミンはもう HP いっぱいあっていいでしょう。リネットもなんか、これ大丈夫？シャンリンはチャージ 230% ある。レイラちゃんは HP 36000。ロサリアはチャージ200持ってる。貫突してる。OK です。
どうですか？勝つ未来しかないっすよ。あ、ちなみに、最終の最終手段一個残しといて、最強のフレンド誰か呼んでくるっていう、これ。ちょっともうあかんかったら、ナッフィーさんかシロー君の代わりを。まあまあ、これ最終手段ね。まあ、いきなりそんなね、チート使ってもしゃあないんで、まあ、己の力で突破したいと思います。マジで初見。でね、ヤシロ君、幻想シアターは結構初心者なんでね、ちょっとみんな教えていただきたいとこもある。どっちがいいんやろ？こっちの方が良さそうな気がする。なんか、敵が引き寄せられやすい。スター、90秒以内に全ての敵を倒す。オッケー、任して。で、この感じやと、翔くんがいいんかな？翔くん、ハイパーキャリーで行く。バーバラちゃん、回復。せやな。そうそうそう、これで行きましょう。ディオナちゃんのシールドもあるんか。ちなみに、あやかちゃん、使い方わからへんから、ちょっと無理やねんけど。行きます！いや、もうちょっと嫌やねんけど、マジ緊張する。仲間呼ばないと。ちょっと待って、仲間呼んだ方がいいの？フリとかじゃなくて、ガチで仲間呼んだ方がよかった。もう間違えてるよって言われてるやん。マジ？いや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 、何を言ってるんですか？だって1個目やで。なんで1個目で積むの？まだ戦ってないよ。こんなんいけるよ。勝ちやん、こんなん。もう、勝ち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 。どっち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 。いや、まあまあ、初手やし、ヤシオのバーバラちゃんでいけるでしょ。これで、拡散反応を15回起こす。絶対いける。10連ありがとうございますって言うな。おい、やばい。翔くん普段使ってないからやばいぞ、ちょっと。どうすんのこれ。とりあえず翔くんのチャージを貯めないと始まらへんから。溜まってるんかい！オッケー！こうして、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 こう！はい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 ！敵一人しかおらんけど？大丈夫？はい！はい！こ、拡散反応起きてる？高く飛んだ方がいいの？小さく飛んだ方がいいの？どっち？はい！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 あー！終わってる！終わっちゃった！終わったらどうすんのこれ？あ、もう、もう溜まってる！早い！これで、こうや！ちょ、いや、違う違う。なんか暗いすぎちゃう。ちょっと。はい！はい！おー！ちょろクソ余裕やん。おう、全然余裕やん。すまんな。ノーミスで行くわ。よい、こいせ。ここまではまだ大丈夫やんね。あー、弱そう。いけそう、いけそう。じゃ、これで行きます。あー、怖っ。行きまーす。誰で行こう。いや、さすがにヌビで行けるでしょ。これはヌビで行けるはず。でも、あやかちゃん、使っときたいな。うわー、どうやって使うの、あやかちゃん。あやかちゃん残しといて大丈夫？ヌビ使って大丈夫かな？ちょ、なんか、水と氷と風しかおらんけど、これ大丈夫うん、そうでしょ。ヌビの使い方は知ってるよ。フリーなど使ったらいい。いやでもフリーだと翔くん接待がこれダメね。あやかいける？ちょ、あやかちゃん、ウイジンいっちゃう？あやかちゃんって何したらいいの？銃撃したらいいの？ここロサリア行っとこうかな。ロサリアか、シールドいるんじゃない？ディオナちゃん。これで会心率上げて、最後は、ロサリアでいっか。これでいい？凍結パーティーが強い。ほんなら、イエラン入れとく？凍結狙い。オッケー、行きまーす。はい！緊張する、緊張する。どうしたらいいの？こうしたらいいの？はい、はい。というかめっちゃ助かるな、これ。はい。はい、はい、なんか狂ってへん、大丈夫？はい、はい、はい、これどうしたらいいの？こっち、こ、あー、ちょっと待って、誰もいいねんけど。ちょ、強っ、これでいいの？ちょ、なんか違う、なんか違うねんけど。え、大丈夫か、あやかの使い方。ちょ、降りてきて。ちょ、イエランしか使えへん。これで、かい、おっし、オッケー。ダッシュして、はい、こう、これ合ってるか？焦んな。頼む、あやかちゃん、頼むって。はい、おあれ、はい。まあ、10ね。大丈夫これ、やばくない？何があかんの？何があかんか教えてほしい、マジで。あやかちゃんは通常縛りが一番強いですよ。違うよね。イエラン使うなら普通に通常の方がいい気がする。気合足りない。なんでやねん。あやか、使うな。銃撃とイエランの追撃は相性悪いよ。終わったよ。気合と頭脳と力と性格直そう。最後悪口入ってる。じゃあちょっとさっきの意識します。よーし、行くぞ！行きます！で、これで、はい、で、これで、こうで、こうで、誰もおらへんけど、どこ行った？これで、なんでそんな行くの？ちょっとずるくない？ずる。ごめん、やり直していい？あいつずるない、ちょっと。何ボーナスしてんねん、こいつ。お前、ふざけんなよ、マジで。ほら、ちょっとなんか、何ボーナスタイム？なんで自分は、棒立ちやった今の。いや、明らかにナメップでしょ、今の。いや、もう、こっから。ひっ、はい。爆発溜まってない？ダメや！なんかぐちゃぐちゃ！はい！わーい、よいしょー、よいしょーい！大丈夫？これ、いけそう？これ、ちょっと、至難の技やねんけど。オッケー。助けてくれ。うわー、でもあと5秒 ?5 秒やんな。惜しい！ 5 秒か。いけるぞ。誰やねん、いけへんとか言ったやつ。なめんなよ。20連おめでとうじゃないんだよ。いきます、せーの。はい、ディオナちゃんいけ、はい。ここまでを予定通り。これ3回スキル。で、1回やって、オッケー！来た！え、倒してる。なんで、どういうこと？ちょ、お前こっち来いよ。いけ！お、食らってる。いいよ。なんか無駄な動きしたけど。はい。3回スキル打つ。来たんちゃう？これ勝ちなんちゃう？はい。おら、来る。はい。
うまい、うますぎる、マジでうまい、やばいわ。え、なんで、え、35秒違うってやってる。ちょっと待って、こいつ強ない、やばいぞ。やば、これどうやって倒す。やば、これ水あんま食らへんねんな、確か。水流でいける、ほんまに。ちょ、信用するで、ヌビレット。頼むで、ヌビレット頼むぞ。なんかビーム当たんのかな、あれ。ナヒ使おうっつって。水流で楽勝、ほんまに。あ、じゃあ何、普段、ヤシロくんがヌビレット行って苦戦してた、あれは、って何なんやったのね。ディオナヌビでいい？オッケー。いきまーす、来いよ。さあ、はい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 、ちょっといなくならないで。オッケー。いや、これ勝ったやろ。ぬ、ぬ、大丈夫。ぬ、ね、これでいい？ちょっと緩めやねんけど、大丈夫？何かが足りひん気がすんねんけど。あー、やばい、そんな上行かないで、これどうやってやんの、やめて、待って待って、あ、食らってる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 、遅いって言われて。わー、これはきついんじゃないっすか？もう無理って言われてるやん。85秒。幻想シアターむずくない？ちょっと。ちょ、クリアできひん、クリアできひん。ちょ、クリアできひんて、クリアできひんて。こんなことあるんやな。三幕はクリアできないとおかしい。なんで？だから言ったよ、ヌビちょっときついって。ヌビきつない？ショークの方が良くない？フリーナのバフと合わせればいける。ちょっとちゃうねん。めっちゃきつそう。これでいこう。これでいかれへんかったらマジでなんなんてなるから。いきます！これやって、はい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 、ちょっと当たる！いけ！これでいける！当たる！当たる！当たる！おー！あ、やばい、出た！それやめて！見て！ふざけんなよ！このコアみたいなのを破壊すれば、ちょ、冷静に。やばい、死ぬ！死ぬ！これどうやって割んの？ちょ、待って。ちょ、どうやって割んの？どうやって割んの？やばい、死ぬ！死ぬ！死ぬ！もう一回やり直していい？ちょっと、ちょっと。無理やな。やっぱ、ヌビフリー。ヌー、近く貸してくれ。頼む。ちょ、もうどうしようもないね。無理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 。カタツムリになっとるから。ごめんって、こんなギャグ言って。1時間経ってまだ3幕。あんま気にすんな！ロサリア、君が結構キーやぞ。意外に。おっきょ、痛い！やばい、来た。やばい、死ぬ。ちょっと待って、舐めんなよ！みんな死にそうやねんけど、よく考えたら HP 回復するキャラ連れてきてないやん！おーい！誰やスキルできる？こう？やばいって！で、これどうやって割んの？来い！これほんまいける？やーべんさん200円、スーパーチャットありがとうございます。諦めて、200円にしましょう。なめんなよ。あと15回ミスる予定やんけ、それ。みんな思ってたでしょ？いやー、幻想シアターでそんな何回もやる必要あるって思った人いると思うんですけど、ヤシロ君前回マジで裏でやって2時間ぐらいかかったもんね。で、クリアした画像だけ上げて、うまい風やってたけど、実際こんな感じです。実際こんな感じでした。ほんまに。この人、すごい。一個壊すごとに一人死んでる。なんか RPG の最後やんな。そう、なんか一人の敵倒すのに一人死ぬみたいな。フリーナ、回復できるよ、おじいちゃん。終わった。忘れた。完全に忘れた。小屋し、大変なことになってるやん。そうやで。大変やで。いきます。もう一回いきます。せーの。はい、いくぞ！何回調整すんねんな、こいつ。はい、はい、はい、フリーナチェンジ！はい、食らう前提！はーい！はい、うまい。めっちゃ体力減ってるやん。なんで？そのヌビレットは体力いっぱいあんねんな。ちょ、コアね、全然壊れへんねんけど。来た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 ！来い！ナヒちゃん！ナヒちゃん！ナヒちゃん！はい！オッケー！来た！来たー！うわー！マジか！なんかアチーブ取れた。うわー！クリアしたけど。ちょっと待って、何秒？マジで4秒マジで？めっちゃ惜しいやん。マジ惜しいって。60連って連呼すんな。やめろ。じゃあ行きましょう。なめんなよ。震えなさい。はい、これだけ。あとは、ヤシロくんが、ちょっと待って。ちょ、はい。来たんちゃうこれ。どっか行っちゃった。はっ、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 いけー、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 いけー。めっちゃ削れるやん。めっちゃ行くやん。やばい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 。終わる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 。やったー。やばっ、ヌビレット強っ、エグうまっ。でもね、懸念材料がフリーナ使い切るっていうな。このおっさん弱そうやな、こいつ。あー、なんか弱そう。よし、これでいきます。アヤカ、ロサリア、カズハ、ココミンで楽ちん。ココミン、ロサリア、カズハシ、アヤカちゃんでいきたいと思います。これ余裕ちゃう？いきましょう。はい、いやー、もう任せてくださいよ、こんなん。来いよ、お前ら。待ってやるよ。こうでしょ、こうで、こう、わーい。なんかずっとあいつ向こうにいるんやけど。ちょっと待って、こうへんやついるんやけど。なんで誰もこうへんの？なんで誰もこうへんの？ちょっとおかしくない？話と違う。ねー、なんか違う。なんか余裕とか言われてたのに、おかしいって。いいぞいいぞって逆の意味でやろ。はい、終わって。
てる。クリアすらできん。なんで何があかんの。来ると思って待ってたのに、なんであいつら。足痛かった、みんな。なんでこっちから行かなあかんの。吸引力足りない。あ、なんか終わっちゃったよ。終わっちゃった、終わっちゃった。これで行きます。はい、こうして、こうやって行くね。はい、はい、こうやって倒すやん。で、定期的にこっち行くね。で、適当にこうやって行って、なんか、ちょっと大丈夫。意外とむずいぞ、このステージ。だってほら、クリアすらできひんもんな。ほら。あ、できた、なんで？なんでできたん今の。え、どういうこと？あ、これあれ、秒数じゃないんか。80連おめ、それだけコメントすんのって。やめてやめて。もう、こうでいいんじゃない？どう思います？もうなんか、拡散フィーバーでさ、全部倒しちゃうみたいな。いきます！はい！こうやって、はい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 。火力があんま出てへんな。はい。厳しい！そんな逃げんといてやめて！なんでそんなに来るの？なんかめっちゃ走るやん！字が持ちすぎやろ、こいつ。やられなければいいんでしょ？もう、原神の原点に帰ろうぜ、元素反応っていう原点に。あの女の子急に走り出して、もうびっくりしたな。なんやねんとか思って。あ、いけるんちゃう？これ。はい、はい、はい。いける？おー、やっぱこれで正解やったんやん。こう、どう思う？これでいい気がする。あとはもう、キノコをとりあえず、カズアくんが集めてくれれば、勝てそう。40体敵、任せろ！なんか、ちょっと待って、こう、いけちゃんと当たってるか、ヤシロ。いいよ、ヤシロくん。なるほどね。これが、神格版ディオナね。なるほどね。ちょっと待って、全然足りてなくない？待って！これ40いけるか？もうやばいよ。もう90連になってるよ。いきますわよ。これ楽しい。そう、集まる。敵は死ぬ。はい、ほらもう死ぬやん。で、これでこういってこうや。これこの辺で撃ったらいいんちゃう？一人しかおらんかったな。うん、全然無理ちゃう。あと5体か。でも、いける感じしてたよね。なんか、100って見えてんねんけど。ちょっと待って、やばくない？ 100 連はやばいか。100連、おめでとうじゃないんよ。祝、チャンネル登録、1万人行きましたみたいなテンションで言われても。嬉しないって。ついに3桁行ったって。もう嫌やって、その伸びたくないもん。いつの間にか100連になってる。赤飯炊くちゃん、もう受験受かってちゃうからさ。行きます！いや、舐めんなよ。エウルは何回使ってきたと思ってんねん。ここで、カズハくんをガン回しすればいいねって。もう、こんな感じ！常にカズハくんが飛び跳ねてる状況。でも、なんか、ザコイ敵は、なんか、とりあえず、倒すけど、なんか、うまいこと言ってないな。オッケー、こんな感じ。もう、これでいいやん。もう、これでいい、いける。あー、マジで、これ無理やねんけど。わかった、じゃあもう、イーラン使おうよ。わかりました、もう。もう、出し惜しみしませんから。行きます！くそー！イーランだけは使いたくなかったのに。くそー！はい、いい感じよ。イーラン一つしてるからね。こんなこともできちゃうんですよ。ほんで、こうよ。常に凍結みたいな。ほい、やめて。あ、でも、いける？え、ちょっと待って、いける？あ、全然無理やわ。え、もしかしてさ、出し惜しみせんくても無理？はい。ないでいい？これ、どうしたら、クリアできるんですか？ 40 体倒すって無理じゃない？童貞って本当ですかって関係ないね。いくよ。はい、ここはフルでいくわ。んで、ここは、こうして、しっかり当てていく。しっかり当てて、オッケー、いいよ。大事やからね、こういう、一個一個の動作をちゃんとしていく。さっきよりうまい！だいぶ上手くなってる！うまい！やる！ちょっとミスったけど。はい、はい、あ、やばい、あと3体や！ちょっと待って、惜しい！いけへん！無理！ちょっと待って、君たち早くしなへん！え、ちょっと待って！惜しかったな。惜しい。爆発は極力使わない方がいい。特にカズハ。ディオナスキルだけにしたら爆発部のタイムなくなるか。え、まさかのさ、ディオナとカズハくんの爆発なしでやってみる？そこまで短縮するか。まあ、暇な時間があったら撃つぐらいの感じする。毎回撃つんじゃなくて、ちょっと見て、様子見てみたいな感じにするか。それで、ちょっと挑戦してみるか。はい。これで、これだけでいいね。これでいいのか。おー、うまい！いいんじゃない？これ。やるやん。はい。まあ、適当にやっとく。絶対タイム遅いわ、これ。あー、ダメだー。マジでクリアできひん。終わった。あ、でもこれで結構食らうんか。これもう、逆に終わるかどうかの配信になってきてない？一応夜中の2時までは付き合える。やめろや。おい！舐めんなよ。行くぞ！これで終わりにする。これで、こうして、こうして、これを倒しきる。そう。これが大事。で、これやって、まあ、これ爆発切ってもいいかもしれんな。で、こうして、こうやって倒しきるみたいな。はい、うまい。いいよ。いい感じ。今のいい感じやん。マジか。あ、でもいけるんちゃう？ちょっと待って。惜しい。38。惜しい。150連はまずくない？大丈夫？やしよ。じゃあ、YouTube で得た広告収益全部ぶち込むことになるけど、大丈夫？やしよ。やしよ、大丈夫？そろそろまずいよ。まあ、言っても160、70連ぐらいやと思ったけど、任して。ちょっと
ょっとドラマを見せるから、そのドラマ2時間かかってるけど大丈夫そうってコメント出たす。めっちゃ惜しいやん。これ、いける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 。バーバラのスキル、忘れないでおきましょう。それさえ守れば、勝てる。モロタで駆動これ倒す。で、ディオン、まだやねん。それはまだ。ちょっと待って、こ、なんか、さっきより下手になってへんか？大丈夫か？下手になって。でも、うまいことループさせないと。あと30秒か。どういけそう、これ。なんでさっき38いけたんやろ。嘘？まぐれ？あ、バーバラまた忘れてるわ。すまん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 。普通に忘れた。いつから？ヤシロくんの記憶マジでないんやけど。いけ！あと、ちゃんと、バーバラのスキル！あと6秒、あと5秒！一回バーバラのスキルのクールタイム確認すんのなんなん？カズハくんの爆発と、あやかちゃんの爆発はダブルで使ったらダメなんすよ。常にどっちか片方。オッケーいいよ。溜まった。そろそろ溜まって。オッケー。うまい。痛い、痛い。やめて。おら、いけ！よいしょ！よいしょ！ナイス！まだクールタイム。誰それは聞いてない、それは聞いてない。そんなかアビスみたいなやつは聞いてない、聞いてない。はあ、無理。ダメ。5、4、3、2、1。わっ、くそ。え、何があかんの？ココミにしなさい。ここでココミにする？ココミンがいいってめっちゃ言われてる。いや、こうじゃない？水付着大事。それやな。それか、もう、ココミンのクラゲがずれたら、ココミンの通常を殴って、水付着して、それで拡散したらいいんだな。ってことね。いきます！こうやって！でも、一旦爆発させて、これで。強っ！これで水付着できてんのちゃう？めっちゃ固まんねんけど。ちょっと待って、こんな固まる？え、ちょっとカッチカッチやん。24体。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。これ一回やって、いや、この時間、無駄！はあ、助けて、助けて。ちょっと待って、33で見た。はっ。氷彩香だけでいいな。ちょっと終わらへんねんけど、本当にまずいんですけど、これいかに水を付着できるかによるな。ぶっちゃけこれでもいい？氷共鳴ないと回心率下がる。あと粒子少なくなる。助けてくれ。慣れたエウルアはダメ。あー、だからもう暇やから、エウルアで殴ってた方がいい？この3人で凍結するやん。ほんで、殴るやん。で、暇やし、もうエウルアで殴るみたいな。ちょっと倒せそうなやついるやん。あれもうエウルアで殴っちゃう。いや、これでいこう。いきます！クリアします！ここは予定通り。オッケー、いいよ。そうそう、こういう感じ、こういう感じ。いいよ。あ、なんかいい感じよ。で、この辺はエウルアで倒す。いいね、エウルアいい仕事してる。やるやん、やるやん。え、ちょっと待って、今回マジいけそう。はい、いいよ。いいよ。これ倒せんのちゃう？ちょっと待って、これめっちゃシナジー噛み合ってない？ついにヤシロ覚醒か？おい、うまい。やばい、あと3体。ちょ待って、急ぐな。ちょ、焦んな。ちゃんとやれば勝てる。ちゃんとやればいけるって。エウルアいけ。え、倒してる。よっしゃー、やったー、やっぱエウルアなんすよ。やったー。え、これで終わりじゃないの？あと3つある？まだ終わりじゃないみたいです。というわけで、後半戦やりたいと思います。え、ちょっと待って、これ、左じゃない？え、これフリーな回復できる？よー、え、これランダム？あれ？これ選べないタイプ？いや、なんか、思ってたんとちゃう。オッケー、はい。仲間復活！活力がゼロになった1名のキャラのランダム？これ、あやかちゃん来たばりおもろいやん。これ、またあやかちゃん来んのみたいな。あやかちゃんもう頑張ったからね、カズハしか、フリーナ。いきますよ、フリーナ。頼むって！なんでやねん、おい！水キャラが有利。待ってました、カニカーに行きましょう。ここはボーナス。これはさっきヌビレットを貯めたご褒美ステージです、これ。来たヌビ！お前待ってたぞ。ヌビやけど、これさ、水びちゃびちゃでいいよな。行きます。舐めんなよ、お前。おら、行け。おら、お前、何がカニや、お前。舐めんなよ、ヌビレットやぞ、こっち。ほんまに、おら、行け。余裕やんけ、こんなん。全然よ、行った。強い。ヌビレット強い。やばい、さっきが嘘のようや。なんであんな苦戦してたんや、しろくん。いいよ。いいよ。さっきのと全然ちゃうやん、ほんまに。何があったみたいな。勝ちー。え？あれ、何これ？これいらんよな、ぶっちゃけ。これはちょっと許してほしい。花増えるだけ。これ、なくても大丈夫やんな。オッケー。じゃあこれはいいでしょう。行きましょう。まあ、ここは雑魚敵行きたいんやけど、なんかメンツえぐないこれ。どれも、きついんやけど。やば。これ雑魚敵ちゃうやろ。まあ、これ行きましょうか。一番無難やし。ただいま。あ、2時間でまだ終わってなかった。やめろって。これで行ってみる、一回。行くぜ！これ前だけ？前3人だけか。んで、一旦これで、あ、でも2万出てる。はい。結構いい火力出てない？しかも当て方も、ちょっといい感じ？さすがに、あやかちゃんよりかは、できてると。こんな感じで、倒していくやん。オッケー。これスキルで一回倒し、いいよ。これ結構良くない？これ倒して終わりやろ。え、いけるやん。いけるんじゃない？はい。あ、来た！これ買った！ありがとうございました！ご視聴ありがとうございました！舐めんな！えい！
い。え、余裕やん。おお、すごい、一発クリア。ちゃうって、エウルアとか将軍とか持ってるキャラやったらこんなもんやって。ごめん、目飽きて寝てたわ。お前言い訳下手か。この2時間で成長したわ。ごめんな、みんな。ヤシロ君、ただのポンコツやと思ってるやろ、みんな。どうせ下手くそで何もできひんやつをって思ってるやろ。大体合ってる。レイラちゃん、シールダ、イエラン、ファルザン、マッシュ。これでいきたいと思います。やばくなったら、ファルザン先輩の弓で撃つみたいな感じね。これで終わりにしたいと思います。いくぞ。いやー、マジで強っ、マジ強いって、やばい、これは勝ったで、モロタで駆動。来た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 、なめんなよお前、マジかよ、これは勝った、マジで。すまんな、みんな。勝ち勝ち勝ち。おい、あ、やばい、シールドない。ちょっと待って。うわー、元素耐性上がったね。まあでも、いけんじゃろ。いけ。え、ちょ、マジ強すぎ？マジで。え、こんな強い？え、マジ？やば。あれ、だってさ、狙ってないよな、全然。やのにこれ？行くぜ！マッシュ、ちょっと終わらして、この戦い終わらせてくれ、終わらせてくれ、頼む！オッケー、やったー、行きましたー。なんか真ん中だけいつも取れへんの、なんで？なんだ、もうガチャ増えないのか。十分や。180連十分やな、お前。追加20連入れない、入れへんよ。なんで？早うガチャ引け。あ、違うよ。180連って書いてあるけど、これ、今日引くんじゃないよ。これ明日、工場ないよ。これ4しかないから。そろそろ当たりそうな気がすんねんけど。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15？え？出るくない？これ。これで、許して。このなんか4回。うん。出ない。いいよ、もう工場はタダやからな。タダみたいなもんですから。うん。出ないね。70から確率が上がるのかな？うん。あー、出た！なに？なに？何が出んの？アモス！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 というわけで、今日のね、配信は以上になります。結果はね、幻想シアターをクリアするまでにかかったリセットの回数、18回でございます。なんも嬉しない。はい、お疲れ様でした。皆さんご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価と X のフォローもよろしくお願いします。あとね、もしよければメンバーシップとかもやってますんでね、こちらもご検討お願いいたします。というわけで、明日お会いしましょう。バイバイ、おつやしでした。バイバーイ。